グリ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 。はい、どうもお疲れ様です。タコベースへいらっしゃいませ、はい、いやーちょっと、緊張してきました。そわそわしてきました。これです。いやー秒読み段階ですよこれ。本当にもうどうしましょうか。本当にこの X デーまでもういくつ寝るとという状態なんですけれども、ただ無事発売日に入手できたとしてもですね、この状況で遠いとこ取りに行けへんやんとかね、いうあの不安もありますけれども、もうそんなことはちょっとね、もう忘れましょう。まあ、とにかくね、もう落ち着かないんですよね。はい、同じようにあのブラックをね、あの予約してる方はもうね、あの自分がこうね、撮影してる姿をね、あの思い描いて、 X100F なのでですね、もう全然ちょっとデザイン違いますけど、この、まあ、とにかく軍艦部ですね、軍艦部のダイヤルをこちょこちょいじりながらですね、撮ってる姿をあの想像しておられるんじゃないでしょうか。ただですね、あのもうすでに現在あの富士フイルムのカメラユーザーやったらご存知やとは思うんですけれども、結構ねこれ軍艦部ってね、もうねほとんど触らなくなるんですよね。はい、まあ、これ富士フイルムあるあると言いますかですね、これ実際に使い始めてみないと実感できないところかもしれませんので、今回はですねこの XT4 が初富士という方もあの多いと思われますので、そこら辺の話についてですね、あの説明したいと思います。はい、はい、ということで、冒頭にもね、ちょっとだけお見せした手元の映像なんですけど、これ XT30 ですね。はい、これちょっと後回ししますね。まずこっちの、X100F の方先に説明します。はい、富士フイルムのね、あのモデルってね割と共通なんですけども、この軍艦部の操作をこのね、ここにあるんですけど、これ前こっちをね、このグリグリをフロントコマンドダイヤルって言うんですよ、これね。でこっちの裏側のこっちですね、これをリアコマンドダイヤルって言うんですよ。でこの軍艦部の操作をそれぞれのねコマンドダイヤルにね置き換えることがねできるんですよね。でこの X100F の場合は、ここが露出補正ダイヤルですね。で、これが、シャッタースピードですね。シャッタースピードの中にこのね、感度ですね、 ISO のこれね、こう引っ張ってこうやったらね動くんですけど、 100V になってちょっと違う機構になって、感度ダイヤルがね、あの回しやすくなったみたいですけどね。はい、そしたら露出補正からいきますね。で露出補正はまあここでね合わせればプラスマイナスいけるんですけど、これ C っていうね、 C、 これカスタムの C なんですけども、 C ポジションに合わせると露出補正がここでねできるようになるんですよ。フロントコマンドダイヤルでこんな感じで、左のねメーター動いてるの分かりますか。でこれ下の数字も動いてますよね。では次感度いきましょうか。 ISO 感度はですね、このですね設定ですね、操作ボタンダイヤル設定の感度ダイヤル設定の A ってやつですね。感度ダイヤル設定が A の時、 A ポジションの時、まあ、あのオートですねの時に、まあ、そのままオートにするのか、それともコマンドっていうのはコマンドダイヤルで設定するっていうことなんですよ。だからコマンドっていうことにすれば、ここではなくて感度がここで変えれるようになるんですよ。あ、ちょっと電池なくなってきましたね。はい、さっき露出補正もここに割り振りましたよね。ですのでこれがですね、今ここのね、ここの画面見てくださいね。今これね印があの露出補正の方ついてるんで、でこう露出補正が変わるんですけれども、これねここを一回ここにですね中央をグイッと押すと、こんな風にはい感度の方にねコントロールが移るんです。で感度を変えることができるんですよ。でもう一回中央を押しますね。でこんな風にはいはい感度を変えたり露出補正をいじったりできるんですよ、これね。はい、あとそしたら今度シャッタースピードですね。シャッタースピードはこのダイヤルで数値設定したら、その値のプラマイしたねぐらいの値の微調整はこれで
リアコマンドダイヤルでできるんです。でこのシャッタースピードをこれね TT ここ T の位置にすることによってこれねなんぼでも変えれるんですよね。はいこれですね、はい、クリクリクリーと下の方見えてますか。はいここで好きなシャッタースピードが、設定できます。ですので今の状態ではここで、絞りを調整して、あとはフロントコマンドダイヤルリアコマンドダイヤルでファインダーを覗きながら撮影することができるということですね。はい、では次、XT30 いきましょうか。XT30 もですね、この露出補正のところは、この C に合わせると、ここで設定変更できるっていうのは全く一緒です。はい、さっきの 100F も一緒やったんですけどこっちにね割り振った方がプラマイの幅がね大きくなるんですよ。ここだったらプラマイ3ですけどねここやったらプラマイ5までいけるんですよね。まあプラマイ5とか4とかってねあんますることあんまりないんでまああれですけど、まあ、こっちの方が幅は大きくなりますと。はい、で次感度については、XT30 はね、感度ダイヤルがないんですよね。はい、ここも感度じゃないですしですのでもともとここでやるしかないんですよ。はい、このコマンドダイヤルの設定自体は、操作ボタンダイヤル設定のところからここで設定することもできるんですけれどもここを長押ししても今のところのね、はい、画面には飛んできますんでもちろん感度はマニュアルだけじゃなしにオートにも設定できます。あとシャッタースピードもさっきの 100F と一緒ですね、どこに合わせようがその値のプラマイのところの微調整は、これでできるんですけれども、このね T の位置に合わせるとシャッタースピードはもうこれ自由に合わせることができますと、はい、いうことです。シャッタースピードの場合はオートにするにはこれをね、このダイヤルを A に持ってこないとダメなんですけどね。あとはですね、XT30 の場合はこのねこの絞りの設定までもこれに割り振ることできるんですよ。フロントコマンドダイヤルに、絞りを A の位置にするとこれね設定はここでね操作ボタンダイヤル設定の中のこの絞りリング設定のところが A の位置の時にどうすんのっていうね設定でこれをコマンドにするとこの絞りの設定をこっちでこうレンズのところではなくてこっちでできます。 100F と同じようにこの真ん中クリックで絞り、はい、露出補正で感度ですね、はい、ということで切り替えながら設定することができますと。でこの場合は本当にこうファインダー覗きながらもうこの時はもうこれとこれですね、フロントトリアのコマンドダイヤルだけでも設定変更ができるということですね。そのようにコマンドダイヤルでもう大概できてしまうのでほとんどねもうね触らんようになるんですよね。はい、で XT4 の軍幹部のね、写真見てみるとここの位置に感度のダイヤルがね、来てるんですけど、はい、今写真出てるかもしれませんけど感度ダイヤルに C ボタンがねつくみたいなのでまあ同じように C に合わせたらここで操作するっていうことにね、まあ、なってるんでしょうね。はい、ということでどうでしたでしょうか。XT4 で富士デビューの方に参考になりましたでしょうか。また富士ユーザーの方でもねもう取説読まずに軍幹部だけで操作してた人もいるかもしれませんけども、あとはねコマンドダイヤルの方に何を割り振るのかっていうのはねちょっと部分的にね露出補正だけにしてるとかね、まあそれはもう人それぞれやと思いますけどね。はい、ということで、XT4 の発売近づいてきましたので、もしですね、XT4 届いたらまずこれを試してほしいみたいなね、ご希望ありましたらですね、コメント欄の方にいただければと思います。はい、それでは今日はこの辺で、バイなら。